下でぬるりと。ロン。裏物ってバイマン。ラスからトップに返り咲き。そんでビールがうめえ。明日は仕事だってのに晩酌か、霊夢。ちゃんたまとビールは最強なのよ。それに明日から地獄の14連勤だから今日ぐらいは自分をいたわらないと。確かにせっかくの休みは満喫しないと損だよな。その通り。ってことで今回は班長たちが1日外出した際に、満足度が高かったであろう、当たり日を7つ選んでみたんだぜ。ってことで、いざ会長。まず最初に紹介するのは第2話の外出。沼川も同行した会で、居酒屋白田屋で一杯軽くやった後、夏祭りに遭遇した外出日だ。大月は夏祭りを目の当たりにした際、手のひらを顔にペタってやって、開示に青天井の約束を取り付けた時の確定演出まで見せた。縁日って特別感があって最高なのよね。ああ、花火と喧騒と屋台の出し物から漂ってくる香りが食欲をそそるんだよな。少々割高な屋台の出し物も、地下物販と比べれば割安だし、合流するのは至極当然のことだ。大月たちも焼き鳥、焼きそば、焼きイカ、生ビールで優勝している。淡白な味わいだけど、高いお店で食べるのとは違った中毒性があるのよね。そして最後には大月の人心掌握術を活かして、朝まで酒盛りというウルトラシーまで成功させている。一般人にはここまで到底できない領域の高難度技だが、まさに大月マジックというにふさわしい、大当たり日なんだぜ。コロナの影響で一時期はお祭りの数減っちゃったけど、またたくさん酒盛りできる世の中になってほしいわね。二つ目は宮本の誕生日だ。黒服の宮本さんよね。でも期限取りのための一日外出ってちょっと微妙じゃない？いや、そんなことはないぞ霊夢。まず50万ペリカという大金を支払わないと外の新鮮な空気を吸うことはできないし。なんせ宮本の誕生日では宮本が外出費の半分を負担してくれている。つまり25万ペリカで外出できているという時点で圧倒的な役得なんだ。確かに。しかも宮本邸は意外と広く快適。4人でマリオカートが遊べるようコントローラーもしっかり準備されている。一人で1日外出する場合は格安ビジネスホテルに泊まらねばならないが、そこの代金も浮かせられるのは至れり尽くせりと言えるだろう。大月が宮本さんを懐柔したリガボディーブローのようにじわじわ効いてきた。そして迎える餃子パーティー。一人で包むのは作業感あふれる行為だが、友人たちと包む時間はそれすらも娯楽。生姜と相性抜群の赤ワインも降臨。きたー。最後は花火を見ながら心地よい夜風に包まれるという最高の日なんだぜ。ただこの宮本の誕生日、少々懸念点があってだな。どういうこと？宮本は30歳という区切りで誕生日に大月、伊沢、沼川を呼んでいる。30歳になるというのは20代に別れを告げ、おじさんという属性不要を受け入れること。逆に31歳からはあんまり誕生日とかが気にならなくなってくるから。このスペシャルデーは毎年あるものではなく、10年おきぐらいでしか発生しないだろう。ちなみに宮本は30歳で入社6年目だから引率か転職で定愛に入社しているか、留年や浪人を挟んでいることも明らかになったぜ。個人的にはギャンブルで留年しててほしいわね。三つ目は木村さんの解放日だ。約25年間働き続けた地下債務者、木村さんは人類史上最強の肺をお持ちなため、定愛もびっくりの完済を果たした達成者とも言えるだろう。利根川や労働に名を連ねる古つわものね。宮本の誕生日では地上に出るのは半額負担だったが、地上に出るのが久しぶりである木村は、なんと大月に1日外出券をプレゼントした。20代のカップルでもプレゼントの相場は2万円ほどだから、5万円のプレゼントがおっさん同士で行われるなんてのはレアケースすぎるんだぜ。それだけ大月が信用されているってことよね。ああ、そういうことになるな。地上に20年以上出ていない木村さんが大月を指名したことで、思わぬ休日が訪れることになったんだが、新聞や古雑誌で情報を集めていた木村さんの知識は平成初期で止まっており、現代に全く適応できておらず、さすがの大月もぐったりして格安ホテルで就寝となった。いろいろ教えてあげるのだけでも案外疲れたりするものね。しかも本人に悪気がない場合はなおさら伝え方に気を配らないといけないしな。木村さんも全く悪人ではないため、その分大月も丁寧に教えていたのだろう。最終的に大月にカツアゲした若者たちを追い払ってくれたという点も、木村さんの人の良さを表していて、今回の件を経て大月たちは、格安ビジネスホテルに泊まるのではなく、木村さんの家に遊びに行くという、強力な選択肢を入手したというのも大きいぜ。一人でずっと過ごしてたら誰か来てくれるだけでも嬉しいから、木村さんとしてもウィンウィンな気がするわ。次に紹介するのは屋台のおでんだ。黒服の牧田の子供が屋台のおでんが食べたいと言ったのがきっかけで、この企画は始まったんだが、今時屋台のおでん屋なんてのは、
資本主義じゃやっていけないのか、見かけることはほとんどない。資本主義の良くないとこ出たわね。個人的にはノスタルジックだし料金が高くても行きたいんだけどな。黒服の牧谷大月が吹き込んだのは自分たちが作ってしまえばいいということ。ここは本編開示にも通ずるところがあり、自分たち弟子ゴロサイが有利なルールに改定してしまえばいい、という発想に似通っている。大月はパラレルワールドでもしっかり大月だったというわけね。しかし宮本や木村さん回と大きく違う点は、おそらく牧田は外出券のカンパまではしていないということ。大月はただでおでんと酒にありつけるかもしれないと思ったと供述しており、外出券の料金までは期待していなかったことが伺える。沼川や伊沢も同じように同行しているが、逆行的な喜びは表現されていないんだぜ。いかに宮本さんにお金の使い道がないかがわかる。というより、牧田がシングルファザーで少しでもお金貯めときたいとかあるんだろう。最初に紹介した夏祭り同様、のれんがかかった屋台ってのはやはり特別感がある。グルメな大月自身も食べたいという心の声が漏れるほどの代物ゆえ、黒服牧田の協力とともに、屋台のおでんを堪能できる12月の外出ってのは、当たり日だと認定させてもらったぜ。最後に紹介するのが価値格の日だ。価値格の日？厄介な用事が思いのほか早く済んだ時、その後の時間はエンペラータイムだ。何をやっていても楽しい、何をやってもうまくいく。そうした日が訪れたのは大月が地下おせちの準備のため外出した際だったんだぜ。地下だとなかなか時間の流れも感じづらいだろうから、地下おせちは飛ぶように売れるでしょうね。実際は柳内さんの年越しそばがあるからそこまでの効力はないのかもしれないが、地下住民のボルテージが上がっている正月だと財布の紐も緩むのかもな。そこで高額なおせちを売ってボロ儲けするのは悪魔的発想。体育館のバスケではシュートが面白いように入り、レストランでは一番人気のランチを注文し、これもまた大当たり。無地黒で買った服も正解。おでん盛りと麦焼酎の組み合わせももちろん価値格で、店を出てもまだ19時半という時間をも支配する価値っぷりだ。普通だったら1軒目出たら21時は過ぎてるのに。というわけでビール片手にパチスロに挑むんだが、結果的に2万円の敗北で終わってしまうのはなんともリアリティが溢れるところ。失った金額は地下換算で20万ペリカ、ビールロング缶で約33本という大金だが、この大ダメージを負ったとて、演出をたくさん見れたから満足という気概を持てるという、地下住民の多くが持ち得ない、大人の余裕がこの日の大月にはあるんだよな。2万円するとか普通にぐにゃり案件だわ。ということで何をやっても満足感のある価値格の日、これは一日外出において当たり日と言って差し支えないと思うんだぜ。ってことで今回は一日外出における当たり日を紹介してみたんだけど、霊夢どうだった？どの日も当たりなことには間違いないけど、やっぱり屋台が絡む朝まで飲み放題の会と、おでんの会には憧れるわね。ああいう飲み方ができるようになると大人の階段を一歩登れた気もしそうだわ。屋台ののれんって物理的にはすぐにくぐれるけど、なぜか心理的なフィルターがかかってくぐりづらいんだよな。そうそう、あののれんをくぐれるようになるまでに、もう少し私たちは現世で徳を積む必要があるのかもしれないな。コメント欄では視聴者のみんなが考える当たり日や、良かった一日について、書いていってくれると嬉しいんだぜ。夏の日に海で泳いだ後カップ麺ズルルルルってしたい人は、高評価とチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。